とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、この武器を入手したので使っていきます。これミサイルのレベル4武器、ワイルドリバイアさん、ダメージがすごいね。一発99122です。まあリロード10秒でちょっと長めだけども、射程は440あるので、高機動のやつに持たせて後ろからバンバン撃てばいいんじゃないでしょうか。爆破半径も42m と、雑魚敵もかなり巻き込めるのでいいよね。うん。でこれにさらにアクセサリーで武器ダメージを上げていけばもっと強いと思う。では早速行ってみましょう。ではでは行きましょう。まあいつものごとく42番目ね、ここに来てます。まあもうほんと簡単に倒せて美味しいから、ここが一番いいんだな。よし行くぞ。3秒かかるっていうのがね、撃つまで3秒かかる。おーしょー、11万。11万、よいしょ、いけ、よし。やば、とんでもねえ火力だ。よっしゃ、いけ、これはやばいね。よし、もっといけ。じゃあこの見えないところから撃つっていうのが最高。ああ、やられた。いやいや、当たるとは思ってたけど、もう思いっきり当たったわ。やばーやばい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 。ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと待って、爆弾を置きながらちょっと逃げるね。やばー、いった。ちょっと待って、よいしょ。俺の作戦が。よし、オッケー。水の泡になるとこだったぜ。よし、いい感じいい感じ。と、これちょっとほんと誤射に注意だね。食らっちゃうと本当にやられるんで要注意だ。じゃあ、あいって、嘘。え、なになに、木かなんかに当たったの。これはなかなか使うのにちょっと慣れが必要か、慣れが必要な感じ。いや、そんなことない、いけ。誰でもこの絵は使えるはずだ。ただロックオンが長いってだけ。ロックオン3秒、やっぱ長いな。でも結構距離取っていければ大丈夫でしょう。うん、あと機動力だよね。機動力もしっかりあるやつ選んでいけばいけるよ。やばい、こっち向いた、こっち向いた、逃げろー、危ない。あ、こっち来る、こっち来る、こっち来るぞ、こっち来るぞ。逃げろ逃げろ。あ、誰かやられてる、やられてるよ、やられてるよ。よし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 、爆弾置いて逃げろ。よし、もうちょっとで倒せるやろ。あぶねえ、助ける。いや、待て待て待て、ちょい待て。よし、なんとか安全なとこまで逃げれた。いけ、これ、ま、横のやつに一緒に当たってたりする。あ、倒した、早っ。倒した倒した、やったー、いつの間にか倒してた。あ、早い、もう倒した倒した。
あ、仲間を全然助けてない、救助できてないや。いやー、ほんとでもこれは楽しい。雑魚敵がいるところでも使えるんじゃない？結構使えると思うけどな。今回はね、このでかいの2体倒すだけだったんだけども、雑魚敵がいてもおそらくかなり巻き込んで倒せるんで、気持ちのいい武器で間違いないでしょう。はい、ということで今日はこの武器、ミサイルレベル4ワイルドリバイアさん使ってみました。思いのほか早く倒せたね。やっぱり爆破半径が 42m なんで、横のやつにもついでに当たったりしてて結構ダメージ取れました。で、 42m ってかなりでかいから、雑魚がわらわら出たところでも結構使っていけるんじゃない？まあ、ただ誤射には本当に注意、一発で死ぬんでそれは注意だね。はい、この武器なかなか面白いです。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。